はい、どうも、カナマ支店の藤本善一です。ちょっと今日はアイロンを使ったスタイリング動画なんですけれども、初心者の方、やっぱりアイロン使いづらい方たくさんいると思います。今回は初心者でも簡単にできるアイロンスタイリング講座やっていきたいと思います。じゃあちょっとまずパッと乾かしていくんで、乾かす前にアイロンも使うので洗い流さないトリートメントをしっかり使っていきます。これでアイロンの熱とドライヤーの熱からダメージ防げるんで、特に髪の毛カラーされてる方とか、しっかりこういうのをつけてからスタイリングする時のアイロン、ドライヤーを使ってください。じゃあちょっと乾かしていきます。はい、ドライヤー作業終わったんでアイロンに移りたいと思います。アイロンなんですけれども、まあ今回ですね、こちらのアドストのアイロンとダカル1個使ってやっていきます。アイロンの温度ですね、自分はちょっとブリーチもっていうのもあって、温度は130度でやっていきます。サイドから作っていきます。僕自身は2ブロックめちゃめちゃ高いんで、ここよりも多分低い人がほとんどかなと思うんですけど、まあ、大体1戦目初めは大雑把でも全然大丈夫なんで、何戦かに分けてアイロンは通していきましょう。その方がクオリティは上がります。なんでまず1戦ここ分け取ったところに入れていくんですけど、アイロン結構宇宙巻き、外巻き、手首回したりとか、縦にアイロン使ったりとか難しい方がほとんどだと思います。なんで今回作るアイロンでのカールは波打ちをしていきます。波打ちに関したら髪の毛、僕は長いんでこう掴みやすいんですけど、取ってもらってアイロンで挟む。そしたら内に入れて、外に入れて、内に入れる。こういう波打ったカールができるんで、これを入れていくんですけど、今内で終わったんで、次のところをここは外で終わります。でこれ外ばっかり作っちゃうと、ここに厚みができて膨らんじゃうんで、内と外混ぜてあげるのがおすすめです。最後内で割るか外で割るかっていう違いなんで、もうアイロンも簡単にこう挟んでもらったら、もうこうやって折り曲げていく、これだけ動きができるんで、これをバーッと作っていきます。1戦目終わったら2戦目入れていきます。はい、そしたらここに入れ終わったんで、逆サイド入れていきます。逆サイドも同じように何線かに分けて作っていきます。はい、じゃあサイド入れ終わったんで前に入れていきます。前髪もフロント部分と前髪を分けて1線ずつしっかり入れていきます。で前髪に関したらワックスそんなにベタ付けしないんで、アイロンで羽を大きく作りすぎるとここだけピョンと跳ねたりとかするんで、ここ気持ちそんなに軽くつけないように軽く作っていってあげるようにしてあげてください。もうトップも同じように波打って入れていきます。
はい、こんな感じで通したら、あとはバックですね。バック多分一番難しい人いると思うんで、ここもできれば取ったら、なんでこう波を出してほしいんですけど、始めたての方は難しい人がほとんどだと思うんで、ここに関してはもうボリューム出てたらいいんで、内巻きで適当に取って内巻きで作っていてもいいと思います。僕はちょっと襟足あるんで短いんですけど、ここは外跳ねで通しておきます。はい、これで全体に通せたんで、ワックスつけていきます。髪の毛ブリーチしてるんで、ブリーチもなんですけど、セット力ちょっと欲しいんで、マットワックス少しとホールドワックス混ぜて使っていきたいと思います。なんでマットワックスは第一関節分の半分、ホールドワックスを第一関節分からこれぐらいでやっていきます。後ろからつけていくんですけど、後ろは持ち上げるように、持ち上げるようにつけていきます。はい、バックつけたら次もう一回さっきと同じ量、マットワックス少しとホールドワックスが第一関節分ぐらいで、トップからめくるようにしてつけていきます。したら持ち上げた髪の毛にしっかりワックス揉み込んでいきます。で、ワックスが髪の毛全体に馴染んだなと思ったら、もう残り少ないワックスで前髪シャーッと揉み込むようにつけていきます。前髪にクシャッと握ってつけたら、あとは髪の毛をつむじから放射線状に下ろしていきます。髪の毛を下ろしたら動きはこんな感じですね。ここから束を裂いて形を整えていきます。ね、束を裂くときはこういう太い束を裂いてあげると分かれてくれるんで、太い束を裂いて束を作っていきます。はい、こんな感じで束が裂けたら完成です。トップと耳上のつながりに、ここアウトラインっていうここのラインなんですけど、ここ結構重要で、ここがこう跳ねたりすると、正面から見た時とか横から見た時、後ろから見た時もそうですね、一番こう形に出る部分なんで、アウトライン個人的にこのトップと耳上のこのつなぎ目、ここは綺麗に作るのを意識してます。アイロン初心者の方も多分縦にアイロン入れたりとか、こう内巻きとか外巻きとか入れ方難しいと思うんですけど、まず初めにちょっとこの波打ちで手首がね曲がるようになってきたら、次の動作にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、この動画が良かったと思ったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。